皆さんこんにちは、ジーソウルゴブルダーフィーダー。はい、今回の動画は普段僕がどんな感じで変形合体ロボを作ってるのかを教えたいと思います。はい、この動画は来月開催される僕主催の変形合体レゴロボコンのまあアドバイスとかになればいいかなって思っております。僕主催のコンテストもこれで第3回目の開催となります。第3回目のお題は乗り物変形合体レゴロボです。1回目と2回目のお題が難しかったので第3回目は難易度下げようというつもりで考えました。で、考えた結果が分かりやすくて作りやすい乗り物変形合体ロボになりました。ちなみにこちらなんですけど、僕が作った乗り物変形合体レゴロボです。実を言うとこれまだ未完成で、あと1パーツ揃えばやっと完成します。長くなってしまうので、まあ、全部は教えられないんですけど、僕は普段どんな感じで作ってるのかと、よく使っているパーツを紹介したいと思います。はい、まずは僕が普段どうやって変形合体レゴロボを作ってるのかを紹介したいと思います。まあ一例として、僕が今まで作ってきた変形合体レゴロボの中でめちゃくちゃかっこいいと思っているフェニックスエンペラー、これをベースに紹介したいと思います。あ、ちなみにフェニックスエンペラーの動画まだ見てない方は概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。まあまず僕的に考えていることは全部で3つあります。まず1つ目は頭の中でイメージしてみることです。このフェニックスエンペラーのイメージは不死鳥と炎、そして一番かっこいい変形合体ロボです。で、その2は構成をイメージすることです。まあちょっと見えづらいんですけど、これは僕が昔作ったニンニンデボス祭の2体のロボの構成になります。まあちょっとこんな感じでざっくり描いてるんですけど、僕は普段こんな感じでレゴロボを作ります。まずこんな感じでロボットの形を描いて、例えば1号ロボは頭部、2号ロボは胴体、3号ロボは足、4号と5号は両腕みたいにこんな感じで考えます。ちなみにこの構成の考え方なんですけど、2号ロボでも使えます。個人的に変形合体ロボで一番作るの大変なのは実は2号ロボなんですよね。やっぱ強化合体した後の姿とか、まあいろいろ考えたら実は1号ロボより難しいんですよねで、最後3つ目はこの設計図を元に作ることです。実を言うとこれ設計図通りに作れない時もまああります。なんでかというと、まあ僕の技術量が足りなかったり、パーツ構成とかでつまずいちゃって結局変えなければいけないってことになっちゃうので、まあ基本的にはこれベースにして、まあちょっと変えるぐらいで作ってます。はい、それでは続いては合体ジョイントなどについて説明したいと思います。今回は全部教えられないので、具体的に使っているパーツをとりあえず5つか6つほど紹介したいと思います。はい、まずはこちら、テクニックのコネクターペグとテクニックブロックです。はい、こちらは僕が作る変形合体レゴロボのジョイントの中で最も使います。このジョイントについてはどんな場面でも使えますので、もうはっきり言ってこれはもう万能です。まずこんな感じでコネクターペグを挿して、でセットすればもう立派な合体ジョイントになります。ちなみにこれ合体して取り外すと、あ、外れないたまにこっちのペグがここについちゃうことあるんですけど、僕はこれを外せない方法を編み出しました。それがこちら。はい、こちらです。こうすることによってコネクターのペグは外れません。このまま刺して、でこのまま引っこ抜くと、はい、もう外れません。ちなみにこちらのジョイントの作り方は、こちらのコネクターペグとテクニックブロック2つを使います。まずこの短い方を刺して、そこからここにもう1個ブロックをセットします。はい、これでペグが抜けない合体ジョイントになります。これは変形合体ロボを作るときにすごい便利なので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、続いてはこちら、ボールジョイントとローテーションジョイントです。もうこれもしょっちゅう使います。特に使うのはこちらのローテーションジョイントです。なんでこのローテーションジョイントがめちゃくちゃ使えるのかというと、これ動かすと、はい、こんな感じでカチカチと動きます。これが昔発売された超合金や今発売されてる変形合体ロボもこんな感じの音鳴りますよね。もうまさにそれです。このローテーションジョイントについては腕や足に使います。こんな感じで合体ジョイントにもなります。このカチッとする音がめちゃくちゃ好きです。で、音は出ないんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ動かしたいのであればボールジョイントを使います。ボールジョイントになると頭部とか腰回りの可動にも使えます。はい、そして最後はこちら、スタッドタイルとヒンジです。スタッドタイルもヒンジもこちらも万能です。まずこちらのスタッドタイルは合体ジョイントとか頭部周りに使えます。まあ一例なんですけど、スタッドタイルがあることによってこんな感じで稼働できたり、あとは2個以上つなげれば合体ジョイントにもなります。ただスタッドタイルの唯一の弱点はこれ取れやすいので、もし合体ジョイントにするのであれば2個以上つけた方がまあなお安全です。でさらに言うと、このスタッドタイルとテクニックパーツはこんな感じで
合体できます。で、しかもこれ個体差で硬いやつがあるので、こんな感じで腕や足にすることもできます。続いてヒンジなんですけど、ヒンジも結構使えます。まずこんな感じで稼働して、さらにこのヒンジ自体がこんな感じでジョイントにもなります。はい、こちらが僕が普段使っている変形合体レゴロボの合体ジョイントです。あ、そうそう、あの紹介し忘れたんですけど、こちらの十字ピンもあります。ちなみに十字ピンについてはコネクターペグとブロックとまあ基本的に一緒です。あの、ちなみに画面に映っているものが僕が普段使っている合体ジョイントというわけではないので、あとこれ以外にもいっぱいあります。ただあの教えちゃうと結構長くなっちゃうので、今回は普段よく使っているものを紹介しました。皆さんもこんな感じで変形合体レゴロボの合体ジョイントの参考にしてくれれば幸いです。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画を見て変形合体レゴロボのアドバイスになればいいかなって思っております。はい、では改めまして、僕主催の変形合体レゴロボコンは来月2月1日から3月15日まで開催しておりますので、ぜひ皆さん参加をお待ちしております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。